日本エネルギー管理センターの YouTube をご覧いただきまして誠にありがとうございます。専任講師の西山です。今回は令和3年度第2主電気工事士紙機筆記試験午前の問題の配線図問題、問いの31から問いの50まで解説していきたいと思います。なお、一般問題、問いの1から問いの30はすでにアップロードしておりますので、まだご覧になってない方はぜひそちらも合わせてご覧いただければと思います。それではまずは建物の種類について見ていきますけども、 鉄筋コンクリート造り、集合住宅の1棟分ということですね。で、電線の種類なんですけども、突起のある場合を除き、何もなければですね、つまり何も書いてなければ、VVF のケーブル工事というふうでございます。で、漏電遮断器については、定格感度電流が30ミリアンペア、動作時間0.1秒以内のものを使用していると。で、それ以外は特別な条件はないですね。はい それでは早速見ていきましょう。まず31番。丸1で示す図記号の機器の名称はということですね。では、えー、図面の方を見ていきましょう。丸、はい、1は、えー、こちらですね。これです。でこれは、ね、チャイムなんですね。で、他の選択肢、タイムスイッチはこれ TS、レベルは、えー、こういうマーク。 ブザはこういうマークですね。あのベルトブザっていうのはダミーでは出てくることあるんですけども、今のところ問題でこれが正解っていうのはないかなというふうに思います。今のところですけどね。はい。じゃあ続いて32番。これ別に図面見なくていいですね。丸2で示す部分の小勢力回路で使用できる電圧の最大値ってことなんですが、そもそも小勢力回路っていうのは60ボルト以下っていう定義ですから、これは60を選んでください。 はい、続いて33番、丸3で示す低圧ケーブルの種類はということです。いやー、これ、まさかと思いましたね。はい、丸 ○3 ってこれ CVT なんですよ。これあの、T っていうのはトリプレックスってことで、えー、3本を寄ってある線ということなんですね。あの一般的に CV っていうと、例えばあの三芯だったら、もう3本が1セットになってるタイプの。 1一セット一括になってるんですけども、CVT っていうのは、えー、黒、白、赤とかがこう3本別,別々になってて、それが寄り合わさってるんですよ。それをトリプレックスっていうんですね。いや、まさか2種で CVT 出るとはなというふうに思いました。はい。なので、これはロが正解になるんですね。で、えー、他の選択肢なんですけども、イ、e、は、えー、600V ビニル絶縁ビニルシスケブル丸型、これ VVR。 で、ビニール絶縁、ビニールシースケーブル、平型、これ VVF。で、架橋プリエチレン絶縁、ビニールシースケーブルって言ったら、これ、ただの CV です。T がつかないということですね。はい。いや、新しいですね、これね。はい、えー。それでは次行きましょう。34番。丸四で示す図記号の器具の種類はということで、えー、見ていきましょう。はい。丸四なんですけども、このリビ,ン、えー、リビングですね。はい。リビングのところで、 これ、ソ意ジが H です。H っていうのは位置表示等内蔵ですね。はい。ですので、こちら答えとしては E を選んでください。で、確認表示等内蔵はソ意ジに L。で、熱線式っていうのは今まで出たことはないんですけども、これ RAS って書くんですね。で、遅延スイッチは D です。はい。じゃあ続いて35番です。丸5で示すコンセントの極配置はということですね。はい。では見ていきますと、丸5はこのリビングの右下、 20アンペア250ボルト E、設置局付きです。はい。ですので、えー、答えとしては、ローを選ぶというのが正解です。ちなみに E はこれ 3P ということで、3層200ボルトのコンセントなんであの、そもそも住宅では使えないですね。刃はこれ見たことないですけど、多分ダミーじゃないですかね、完全にね。E はこれ100ボルトです。で100ボルトで20アンペアの設置局付きですね。続いて36番。丸6で示す部分は、ルームエアコンの屋外ユニット。これはアウトの O です。 もしこれが奥ないだったら i になります。図面見る必要は特にないです。続いて37番です。丸7で示す機器の定格電流の最大値ははい。じゃあ確認をしていきましょう。丸7なんですけども、こちら、分電盤ですね。はい。分電盤のこちらの部分。ブレーカーですね。で、これ行き先が J となってます。では行き先をね、ちょっと確認していきましょう。はい。 えー、J というのがこちらなんですよ。で、これ見ると、コンセントがつながってるんですけども、これ全部二口って書いてあるだけなんですね。これ、コンセントっていうのは、何も書いてない場合は、定格電流が15アンペアなんですよ。で、15アンペアのコンセントってことは、ブレーカーは一つ上、えー。一般問題の時に、ブレーカーから見た時は一つ下って言いましたけど、コンセントから見たら一つ上まで OK なんで、 そうすると、15アンペアのコンセントの1つ上だから20までいけるよってことで、これはローが正解なんですね。はい。じゃあ続いて38番。08で示す部分の電路と体地間の絶縁抵抗として共有される最小値は、まずこれそもそも2択です。配線図の場合は0.1か0.2です。で、さらに言うと、今回住宅なので、十中8区0.1なんですよ。で、なぜかっていうと、まあこれ実際この問題もそうなんですけども、住宅って普通、 単素三線の100、200しか受電しないんですね。酸素三線の200って受けないんですよ。通常は。はい。なので、もうその時点で0.1確定なんですね。はい。なので、この問題も多分に漏れず0.1です。はい。じゃあ続いて、39番。丸九で示す器具にコード釣りで白熱電球を取り付けるとで。使用できるコードと最小断面積ですね。で、まず、白熱電球ってことで、えー、まず、ビニールはダメなんですよ。 ビニルはダメで、さらに、電球線のコードっていうのは最小0.75スケアなんで、えー、刃の丸打ちゴムコード0.75スケアを選ぶというのが正解です。続いて40番、10で示す部分の最小電線本数はということで、はい、じゃあ見ていきましょう。で、これ10なんですけども、はい、こちらの本数なんですね。で、 あの、実は、これはっきり言って、この本数だけだったら、別に複線図書かなくてもいけちゃうんですよ。で、これどうやって見るかっていうと、ちょっと邪魔なんで消しますけども、まずね、電源、電源っていうのが、この丸の C できてます。で、このジョイントボックスから上に向かってね、こう送ってるんですけども、はい。これ、この配線なんですけど、どうでしょうこれって、えー、ボックスから上見たときに、 こうつの調光器と、これ、えー、ひっかけシーリングの丸型なんですけども、これどうでしょう、つとつで、電源のボックスってちなんですよね。で、下のボックスってたとたなんで、これ、えー、私がよく使うのが、この電源のボックス、このボックスから見ると、上ってタフ化扱いなんですよ。 タフカっていうのは電源渡すから後どうぞよろしくねっていう形なんですね。なのでこの時点で2本ってわかるんで、伏線図書かなくてもいいんですけども、ここで注意があって、あの、この矢印。こいつですよ。18。あ、これ後で聞いてくるんですね。この中っていうことなので、どうせ後で聞かれるから、まあ伏線図も変えとこうかなということでやっていきます。で、ただね、伏線図書く上でも結局上はタフか。こっちタフか。 で、さらに下もね、これタフ深なんですよ。お互いのボックスで同じ文字がなければタフ深ってことなんでえ、真ん中はチしかない、下はタしかない、上はツしかないなんで、これもう両端タフ深です。はい、じゃあこれ踏まえて複線図書いていきましょう。はい。で、えー、こちらがね、もうすでに先にもう複線図書いてしまっておりますけども、このような状態です、えー。右からですね、電源が来ていて、で、左側に引っ掛けシーリング、チですね。 で、まあ、右下あたりに地のスイッチがあって、で両端、上下がタフカという状態です。はい。で、これはまあ私の書き方ですけども、はい。えー、電源からは青と黒。これ、ニュートラルと、えー、ラインの、ラインライ、もしくはライブの黒ですね。で、タフカっていうのは電源を渡すだけなんで、黒と青です。で、賞味器具は、これ、地という賞味器具だったら、青と自分の名前、地だったら地の赤線というふうにお教えしております。 で、スイッチの場合は、えー、L で黒、L の黒線もらって、えー、地のスイッチだったら自分の名前の地の赤線で出していくというふうにやっていきます。はい。で、つなぐときは、青を全部つないで、黒を全部つないで、赤は同じ文字同士をつなぐという手順でやっていくんですね。これで接続完了ということです。で、これ後で問いの48で改めてこの複線図見ますんで、えー、確認していきましょう。はい、まあ。ともかくこれ2本です。なので、 はい。選択肢2本です終了ですね。では、次いきます。今度は41ですね。丸1 1で示す図記号の機器はということです。では、図面見ていきましょう。はい。11ですね。で、11は、はい。ここの、ちょっと邪魔なんでこれ消しますけども、この小型変圧器なんですよ。で、これ、添え字がないんですけども、あの、2番で見たチャイム。 あと、壁付きの押しボタンなんで、これ、まあ、ベルトランスっていうことになるんですよね。で、じゃあ選択肢見てみますと、これ、イ、e、はこれタイムスイッチ。で、ロはこれもう常連さん、リモコントランス。で、3、で、刃がベルトランスです。で、2はこれタイマーですね。はい。じゃあ続いて42番。12で示す部分の工事において使用されることのないものはということですね。じゃあ見ていきましょう。はい。 中には、まあ、ちょうどね、これ画面上ありますけども、PF36。はい、PF 管ですね。合成実践の加藤電線管です。で、踏まえますと、今これもう本体だから使わ,け使わないことはないので、0がこれ、えー、TS カップリングなんで、これ使わないよねと。これ VE 管同士の接続なんですよね。で、h がこれ予備線挿入器、電線管工事で使えますね。 で、2は、これ、樹脂フレキシブル缶カッターなんで、PF 缶とか CD 缶の切断で使えます。ということで、まあ、ローを使わないよね、ということになるわけです。はい。では、続いていきましょう。今度、43。13で示す図記号の器具はということですね。いや、今年、なんか、ほんと選択肢やらしいですよね。これ、全部蛍光灯なんですよ。で、これ、どうすんのって話なんですけども。で、今これ、天井付きの蛍光灯で、 で、ロトハは壁付きですね。で、これどうなんだろうこれ、ハは多分棒型ってことなのかなと思いますけども、まあ、ちょっとグレーですよね。はい。で、これは2なんですけども、で、なぜっていうと、はい。じゃあ見ていきますと、ポイントはですね、プルスイッチが一緒についてるんですよ。で、プルスイッチってのは、これ、紐でね、引っ張ってカチッってつけるスイッチです。で、そうすると、この選択肢の中でプルスイッチついてるのは、こいつだけだよね。 ということで2を選びなさいっていう問題なんですよ。うーんっていう感じですね。はい。ちょっといやらしいかなって思います。はい。じゃあ続いて44番です。14で示すコンセントの電圧と極性を確認するための測定器の組み合わせで正しいものははい。まず電圧の確認ということでテスターですということで、はい。えー、まず絶縁抵抗器いらないですよね。はい。で、えー、極性確認っていうことなんですけども、この極性確認っていうのは検電器で行います。 でそもそも極性確認って何かっていうと、あのコンセントの場合ね、これ、長い穴と短い穴があって、100V の場合、長い穴は、えー、電圧ゼロで、短い穴が電圧かかってますよっていうことなんですよ。で、これ、検電器使うと、長い穴に検電器挿したときは、なりません。短い穴に挿すとなりますということで、これ、極性確認が可能なんですね。で じゃあ、これテスターでできないのっていうとあの、できるコンセントとできないコンセントがありますで。ちょっとね、これ図面見てみますと、14のコンセントというのがですね、これ、ただの2口のコンセントで、まあ、要はね、設置局か設置端子があれば、テスターで測れ、テスターで曲線確認できるんですけど、これ、設置局や設置端子がないので、もう検電器でしか曲線確認ってできないんですね、はい。もしテスターで曲線確認しようとすると、 設置局や設置端子があれば、その設置局と穴の間で電圧を測っていくことによってわかるんですけども、今回ないので、もう検電器しか使えませんよっていうことなんですね。はい。まあそこまでね、深く言ってるかっていうと微妙なんですけども、まあ、ともかく極性確認は検電器というふうに覚えておいてください。じゃあ続いて45番です。15で示す図記号の危きはということですね。はい。じゃあまた図面を見ていきましょう。はい。えー、まず記号としては、 B なんで、配線用遮断器です。で、さらに、ここに注目、電圧200ボルトです。なので、200ボルトは 2P2E でなくてはいけません。まあ、2P1E 禁止でもいいですし、200は 2P2E でもいいです。まあ、どちらでも構いませんよと。はい。で、じゃあ、写真を見ていきましょう。で、まず、ブレーカー、配線用遮断器なんで、漏電遮断器除外。 なんで、ロット2は除外。で、あとは200なんで 2P2 ですよということで、2P1 である E は除外です。ちなみに 2P1E かどうかっていう見分け方は、まあ、下にね、書いてあるっていうのもありますし、あとは、この LN って書いてあったらこれが 2P1 です。ま、真だけっていうのはな何とも言えないので、今後ね、一応そういう見分け方もできるってことで覚えておいてください。なので、あの余談なんですけども、 あの、漏電車だけもね、この2が 2P1、これが 2P1、LN って書いてあるんで、で、ローは 2P2 です。写真だけでもわかります。もちろん下に見るとね、もっとわかりますけどもね。はい。じゃあ続いて、46番です。16で示すボックス内の接続をすべて圧着とした場合、はい。リングスリーブの種類、個数、刻印。一番大変なやつですね。で、電線はすべて16ですよ。はい。これ重要なポイントですよね。 じゃあ、えー、見ていきましょう。で、46番、16ということですから、場所としてはですね、これ、リビングなんですよ。いやー、これもまたいやらしいなことして形ですね。で、まあ、多少ね、省略してもいいんですけども、今回一応ですね、ここの、ホタルスイッチ、位置表示と同じスイッチ、ちょっと真面目に書いてみました。で、これ見ると、ボックスの右上から、これ、電源が来てますよと。で、上にね、スイッチが2つつついてて、スッと押せですね。 で、えー、シャンデリア。で、えっ、ー、と、右に、え引、ー、<laughs> っ掛けシーリングの丸型。で、えー、下に行くとですね、これ、WP って珍しいですね。棒型のスイッチです。で、この壁付きの照明球ですね。そこ行きますと。で、これ、上のボックスって、すと背で、下はそなんで、これ下はですね、タフカです。タフカです。はい。じゃそれを踏まえてちょっと書いていきましょうということで、もう先にね、ちょっと伏線図は書かせていただいております。 はい。こんな感じ。ちょっとこう、すいません。ここ、クロスしちゃってるんですけども、右上から電源が来てますと。で、えー、シャンデリアと、っかけシーリングの丸型。で、下型、フッカ。で、一応、ホタルスイッチってこのようにですね、スイッチと並列にパイロットランプがついてるんで、一応書いてます。ただ、あの、めんどくさかったら、これ、 あのパイロットランプ省略しちゃってもいいですよ。あの、確認表示と内蔵スイッチはだめ、省略しちゃうと。で、なぜかっていうと、確認表示と内蔵スイッチって、じゃあ、せっかくだから書きましょうかね。あの、確認表示と内蔵スイッチって、こう、分岐するんですよね。で、黒入れて、赤入れて、青っていう形になるんで、これは省略できないんですよ。で、ホタルスイッチは別にこの、青、ニュートラル入れるわけじゃないので、これ、省略してもね、全く図面上支障ないんですね。はい。 まあただ一応ね、あのーまあ見本、見本って言い方あれですけども、書いときました。はい。で、やり方はね、先ほど説明した通りです。電源から黒と青。タフカも黒と青。照明器具は、えー、ニュートラルと、背だったら背の赤。素だったら素の赤。で、スイッチは黒で入って、えー、素だったら素の赤。背だったら背の赤ということでね。で、接続は青全部まとめる。えー、黒全部まとめる。で、赤は同じ文字同士、素。 せ。はい。っていうふうにしますと、はい。まず、青は4本です。四本です。で、えー、全部16なんで、まあ、ギリギリ小です。で、L は黒。1、2、3本なんで、小です。で、すとせは2本接続なんですね。で、16、2本の時っていうのは、リングスリーブは小なんですけど、刻印は丸じゃなきゃいけないので、丸になります。ということですね。はい。なので、小が2つ。 丸が2つとということですあくまで刻印ですよ。でまず、リングスリーブの種類と個数っていう意味では、小が4個なんで、はい、えっ、ー、と、葉と2が除外されます。で、あとは刻印の数で、小が2つ、丸が2つなんで、ロになりますよということですね。はい、じゃ続いて47番、17で示すボックス内の接続を圧着とする場合、リングスリーブの種類と最小個数。今回、刻印までは聞いてませんと。で、電線はすべて VBF16 ですよ。 で、これがね、結構すごいです。はい。じゃあ、見てみましょう、17。これがね、あの台所のこのボックスなんですけど、もう何本入ってんのって感じなんですよね。で、まずこれ、電源が入ってないんで、どこやってことなんですけど、で、こういう場合はですね、分電盤探してみてください。上なんですよ、位置が。で、上でつながっているこの線を追っていくと、はい、この脱衣室の近くのボックスに電源が入ってますと。 で、さらに、こう、右下、右下の方にボックスがありますけど、これ、シなんですよ。で、サなんで、シは文字一緒じゃありませんから、これもタフか。タフか。で、あとは、プルスイッチ内蔵器具が2つついてます。なんかもう丸いっぱいになっちゃいましたけど、プルスイッチ内蔵器具が2つついてます。スイッチ内蔵器具っていうのは、電源渡すから、あとどうぞ、なので、えー、まあ、ある意味、コンセントと同じような感じなんですね。はい。 じゃあ、ちょっと本数多いんですけど、これを踏まえて、じゃあ、伏線図書きましょう。ということで、書きますと、はい。このような形になります。まあ、本数は多いですね。はい。で、上から電源が来ていて、下型負荷。で、サのスイッチ。またこれね、ホタルスイッチなんですよね。はい。で、プルスイッチ内蔵の照明器具が2つ。あとはサノ照明器具。まあ、これ全部蛍光灯ですね。はい。こっちがちょっとボックス好きですけども。 もう、あの、ルールはもうちょっと説明しません。はい。で、えー、これ、伏線図書いた結果、青、これが5本なんですね。で、165本なんで中です。で、L、黒も1、12345本なんで中です。で、あとは赤の差、これ2本なんで小になりますね。ちなみに、もし万が一刻印聞かれてたら、これは丸になります。162本なんで丸になります。ということですね。で、今回は種類と個数だけなんで、中が2つ、小が1つということになりますので、 はい、派になりますということですね。じゃあ続いて48番です。18で示すボックス内の接続を差し込みコネクタとする場合、種類と最小個数の組み合わせ、電線はすべて16。で、48番っていうのが、はい、さっき書いた、こちらの伏線図のこの中です。この中です。はい、もう書いてありますので、じゃあ数えましょうってことで、えー、青が4個、黒が4個。 で、赤の地が2本ということで、差し込みコネクタとしては、4本用が2つ、2本用が1つということになりますんで、選択肢としては、どになりますよってことですね。はい。じゃあ続いて49番。なんか今年ね、めんどくさいんですよ、これ。あのー、使用されていないコンセントを探しなさいってことなんですけど、これね、真面目に探さないとダメなんですよね。で、それぞれの、あの、文字書き出すと、まず E はですね、えー、穴は1つなんで一口で、 えー、設置端子ついてますと。で、防具型ですと。で、抜け止め型なんで、ETWPLK です。これ別に順番入れ替えちゃってもいいんですけども、ともかく記号の組み合わせこれ。で、ロは、えまず2口で設置局付きで抜け止め型なんで、2ELK です。で、ハは1、えー、口で、えー、設置局のみなんで、ただの E。で、2は1、えー、口で設置端子付きです。 で、これちょっと探しますと、まず、あの、防棒型って基本的にはベランダの方とかにあるんで見ると、さっきあるんですよね。ETWPL 系が。はい、で、さらに、はい、ここに設置局付き単体がいるんですよ。設置局付き単体がいるんですよ。で、あと、はい、さらに、二口の設置局付きの抜け止め型がいるんですよ。で、よーく見ると、あの、設置端子付きコンセントってないんですね。 設置局設置端子付きはあるんですよ。e t はあるんですけど、e t オンリーっていうのがよく見るとないんで、じゃあまあ間違いなくね、EET、えー、単体っていうのがないから、まあ2だよねってことなんですね。あの、真面目に探さないとちょっといけないという形なんですよ。はい。で、最後50番。こちらも結局同じです。使用されていないスイッチはということで。はい。で、まず E は、これ棒型 WP です。さっきありましたね。 で、ロは、ホタルスイッチも散々ありました、今回。はい。で、歯は、これちょっと皆さん悩んだんじゃないですかこれ013なんで、まず3路なんですよ。ってか、見た目わかんないって話なんですけど、013でこれ3炉なんですけど、これパイロットランプ内蔵なんですね。で、これ実はですね、3路のホタルスイッチなんですよ。ええー、って感じですよね。で、2はこれ、えー、確認表示灯内蔵スイッチです。 でえー、防雨型とホタルスイッチ分かってるんで、じゃああと確認表示灯探そうということなんですよ。で、確認表示とは通常、換気扇で使ってますんで、まあ、ほとんどの場合ね、ちょっと換気扇のあたり見てみようかなっていうことで、ちょっと探していくと、はい、確認表示灯内蔵いたじゃんということで、じゃあもう使ってるから、消去法で歯だよねっていうことになるんですね。で、実際に今回の問題って、サンドスイッチ使って てるんですけども、全部ですね、ただのサンドなんですよ。ホタルセットっていうのはないんですね。はい。ということでございました。いかがでしたでしょうか。まあ、一般問題もそうですけども、今年ちょっとね出題傾向が違うなっていう感覚があります。ま複、あ、線図ただねあのなんか午前は3路スイッチ含めた複線図がなかったですね。ただちょっと書くのめんどくさいかなっていう感覚はありますけどもね。 はい。ということでですね、えー、これで、えー、午前の問題の解説は終了となります。一般問題の解説動画につきましては概要欄の方にリンクを貼っておきますので、ぜひそちらも合わせてご覧いただければと思います。なるべく早い段階で午後の解説問題も出したいと思いますので、ぜひそちらもご覧いただければと思います。それでは、えー、今回の動画はここまでとさせていただきます。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。 日本エネルギー管理センターの YouTube をご覧いただきまして、誠にありがとうございます。当チャンネルでは、電気工事士・電験三種を受験するためのお役立ち情報が満載です。ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。